また RK のやつか。八神さん、 RK のやつら結構うろうろしてるよ。うん、ああ、でもあれだけ探してるってことは桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。じゃ、なるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。はいよ。これ一番の時、春日一番の時行ったんちゃうかな、こういうところ。なんか覚えてますよ、入り組んだところ。走れんねや。行こう行こう行こう。待てよ、こっちはないか。あ、なんかあるね。まあ、しょうがないアイテムやろ、多分。あ、言う。では、また上がっていきます。はい。こっち行って。これ以上は登れなさそうだな。なあ。八神さん、下からも RK が来たみたい。戻られへんやん。このフロアで他のルートを探そう。お、待て待て、移動先を探せ。なんかあるか。なんかな、あるかな。なんか見ていったら怪しいな。お、怪しいか。金の皿。待て、あの足場のこと言ってんの。うん、飛び移れる。行こうか、ほんだら。行ける場所は。ほうほうほう。上に上がっていったら行って。はいよ。うん。ここからなら上に行けそうだね。頑張るぞ。よいしょ。杉浦はこんなん得意やね。そう言ったらいいやね。おお。やっぱ身軽だね。なあ。よっ。はい。待ってよ。ちょっと頑張っていきます。はいよ。はい。頑張っていきます。お、待てよ。なんかあるかな。まずこれを登るんちゃうか。ボタンは A やったよ。ちゃう。こっちって、こっちをまず登るんかな。待て、どうやって行くね。丸を、あ、これやね、丸やね。ゆう、もういっちょ、もういっちょ。左、握力持ってくれよ、握力持ってくれよ。で、これ一回下に降りて、下に降りて。で、次またこっちやね。ああ、大丈夫か。あ、これだってねや。はいはいはい。同じルートは無理言ってたもんね。はい。まあ一応、取っとこうか。はいよ。これね。頑張れ、キムタク。なんか取っとこうは、一応。石ころを。そうやって、握力が、ね、あるんだよね。ほら。で、あんちゃんやね、ほんまに。おいよ。これはいける？待て、無理ですやん。行って、今度こっちに飛び移ると。ちゃうかったやん。多分助走つけて飛ぶんやね。はい、助走つけて、せい！オッケー。はい、ありがとう。次が上か。これね。真上行かれへんか、このまま。あ、これでゴールかな。やっちゃうんや。はい、ここまで来て。オッケー。お疲れ、八神さん。はいよ。おう、お前らコミジュルのもんだな。違うけど。コミジュル？僕らが？どうなってんだここは。全然人もいねえ。おらんねや。案内しろや。八神さん、あいつら RK っぽいね。しばこ。捕まっても面倒だな。どうする？やっちゃう？やっちゃおう。コムジュローらんねんな。ソンヒとほんと会われへんのか。アンジュンギとこで会いたかったけどね。うゆう、しばきましょう。お前ら回復落とせ、回復。待て、何、あ、なんかやってんねんや、こいつ。スプレーかなんかやって。あ、なんか落ちてんぞ、なんか落ちてんぞ。
セイ。ケイ。ケイ。はい。ヤガミさん、この先が最上階みたいだね。行こうや。こっちにも部屋があるよ。うん。ちょっと調べてみてもいいかも。なんやろね、セーブかなんかか。じゃあ行きましょう。ほんだらこの階段を上に上がったらいいと。んでまっすぐやね。なんもないよね。行ったな、一番でここな。懐かしいな。もういい加減桑名さんの気配くらいあったっていいもんだけど、この先はどうかな。ねえ、準備はいい？行ける？八神さん。ああ、行こう。ああ、行こう。おい、どうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。おらんよ、知らんけど。北方どころか、誰もいねえ。警察の情報だろ。ガセだったのか。おい、どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうすんねやろ。どうする、八神さん。桑名さん見つからないみたいだけど。RK が桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。うん。それってあいつらに直接話を聞くってこと？芝子や。相手はチンピラ4人だ。1人で2人ずつ。楽勝だろ。まあね。よし、行こう。いや、ちょっと話聞きたいんだけど、いいか。びっくりしてるやろな、相手。誰だてめえら。わ、いや。お前らがコミジュルか。違いますよ。ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。お前も面かぶってな。これで寂しいもんだな。おう、どうした。おるね。あれ、ちょっと八神さん、急に数増えたよ。大丈夫や。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ。カムロ町の探偵芝子。探偵？いいから捕まえろ。北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。無理無理無理。ボコボコにしてやんよ。うっせー、祭りだ俺。何が祭りやねんお前。じゃあまあボコボコにしますわ。よっ。あ、お前銃持ってる。あかんぞそんな持ったら。お前何でお前そんな持ってんねんって。ヤクザでもないねん。ナイフも持ってるしさ。そうやわこいつら。待て、持っとるよね持っとるよね。この子のやつも下田か。お前ごらあかんぞ。女持ってたら武器持つやつあかんよ絶対。喧嘩で。待て待て、俺流血してるな。体力減ってんじゃん。そんなことないかな。うぅ、素手でやらんとね。喧嘩自体あかんけど、やったらねえねえ、100歩ずつやんねんやったらね、素手でね、やんの男やと思いますよ。もうボケよお前。よっしゃ、もう流血も止まったね。え、誰、え、これにさらせこれお前。よっしゃ、しばきます。うい、強いねこいつら。やっぱりはい、ここにおらんのかな、コーナー。もう終わりか。他にはもっといなかったっけ。いや、もう十分でしょ。どうなんだよ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。うん。あいつ見つけてどうする気だったんだ。ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか。知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か。
阿久津さんだ。あ、そうなの、阿久津さん。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ、八神さん、ちょっと。お、誰やお前ら、コミジュルか。ソンヒ呼んでこい。気の強い仮面つけてる人多すぎないかい、人長。僕もそう思い始めてた。クワナならここにはいない。え、ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。コミジュルか。あんたらはここの人、コミジュル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね。うん、今回は桑名から頼まれた。ガセネタ流すこと。彼は自分の目撃情報を流して、敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携してクワナを捕まえようとしてた。じゃあクワナは今の状況を近くで見てるのか。偉人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。芝子か、ほんだら。え、俺、いや、ちょっと。ごめんね。クワナは偉人町に戻ってきてる。うん、あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに。ハンピン・リューマンの鉄槽にかくまわれてる。そうなんや。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。うん、もう話も通してある。クソやつやからね。俺らに会うと言ってんのか。ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。おお。そこから町へ出たらいい。ありがとう。わかった。礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。いやね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。うん。次に来たら命の保証はしない。芝居だろ、お前ら。勘違いだったみたい。その抜け道を通ってきたんか。どこにおんねや今。あ、無事出れてんや。八神さん、桑名さんのいる場所って。ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。うん。あそこには俺、テッソって兄弟分がいるんだ。兄弟分は。とにかく行こう。また桑名の気が変わらないうちにな。いいよ。あれ、ほんだね、ハンピン・リューマンのとこ行ってきます。はい、この辺りですね。あいよ、もう近いね。しゃ、八神の兄貴だ。鉄装さんからご案内するように言われてます。あいよ。八神の兄貴だって。いらしていただけますか。行くよ。準備そんなもんいらん。はい、お邪魔するよ。ああ、お邪魔するよ。でしたらこちらへ。あいよ。そう、うまいもん貸してくれや。そう。よう、兄弟。歓迎するぜ。おもろいね、こいつ。鉄装の兄貴。って呼べばいいんだっけ。まあ、座れよ。そっちのあんちゃんも。嫌がみにしばかれたくせに、こいつ。おるね、クワナ。座っとんな。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ。どうなんだよ。桑名か、それとも北方先生。もう知っとんで。北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人町じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや、八神。もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふりを。どうなん。だとしたら
ずいぶん手の込んだもてなしだったな。言わなかったか、ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ兄弟。本当に隠し事なし？全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい？ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね。赤い木か。マミヤさんとか。いいぞ杉浦君、その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう。俺たちに秘密はないんだから。どうしたいのお前は。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ、はあ、お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ。そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ。すごいやつや。心当たりぐらいはあるんじゃないのか。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか。まだはっきりした確証はないけど、うん、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。依頼さんやぞ。それは。はいよ。レッドナイフだよ。それじゃあ、これはあれですわ。狙ってんのはこっちですね。多分。厚生労働省の事務次官、楠本玲子。うん。あんたが13年前に受け持ってた、楠本満の母親だ。そう。なんだそれ。彼女が、あんたの口を塞ごうとしてる可能性がある。うん。で、直接その指示を受けているのが、公安だ。公安？神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報が沢先生殺害犯をあんただと名指ししてる。で RK には触れてくれるなと言ってるらしい。 RK が公安に守られてるなら偉人町で好き勝手暴れられるのもうなずける。そうだね。ちょっと待て、そもそもその楠本玲子ってのはなんで桑名の口を塞ぎたいんだ。桑名は彼女の息子を飛び降りに追いやった河合信也を元教え子たちに拉致させた。うん。5年前の神室町でだ。すごい顔や。そして河合を殺してる。多分あんたは河合を始末する前、楠本玲子にその復讐を持ちかけたよな。よな。江原が言ってたよ。あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたら何だ。彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも人望を集めて前任者の腐敗を正している真っ最中。真っ最中。それが復讐殺人を事前に了承してたとなったらどえらいスキャンダルになる。この先あんたが警察に捕まったりでもしたらそのことが明るみに出るかもしれない。だから楠本玲子としてはそうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか。公安を使って。そやろな。ああ、ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから下請けとして RK にあんたを追わせた。下請け。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。なるほど。一応筋は通ってるか。おかしいかな。残念だけどそうなるとおかしな点が一つある。何や。ん？なんだよ。確かに5年前俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。うん。そしてお前の言う通り間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それで
その時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。だからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば、まず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。もしも楠本が公安の黒幕ならもっと簡単にこの…ああ、そうやね。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、5年前に河合信也を殺した時、楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ。うん、俺と一緒に。彼女はその日から滅多に取らない有給を連続で3日取ったんだ。え？河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。そうなんや。ゆっくり時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように。江原明宏と同じように。彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のこと。怖い、やっちゃえで、ほんまなあ。浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。怖っ。なんてこったい。そのことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。知らないの？5年前のあの日、俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた。それは言ってたよね。楠本さんが河合を殺した時、一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう異次元の話だよ。いやな。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思う。ほんと何なんだ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は、俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば、彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵。そういう奴らにとって楠本玲子の弱みは何よりも価値があるよな。それを使って彼女を引きずり下ろそうと考え。いやな。いや、脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。うん、 RK と公安の黒幕がクソの取り子敵側の人間。まあそうやろうね。うん、なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない。おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。うん、アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言い負かされて、逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてんのか。大臣は例えばの話だよ。誰かおるんやろね。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？おい、口の聞き方おもろいな。黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。で、いじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。うん、楠本玲子も江原と同じ立場だ。一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは
全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。川合を入れて7人。ああ殺人鬼。7人マジかよ。エッソ戻れてるぞ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ。そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいると分かる。分かる。それが沢先生だ。あ俺もそこで2つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越場殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。うん。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。怒ってんな、キムタク。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。うん。間宮ゆいや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。伊原と一緒やな、こいつも。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めればあとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。かわいそうやったな、あれな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。なんでこんなさしたら。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないよな、そら。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい。警察に自首でもしろってか。出ないと彼女が何で死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だ。テストなんか言えや。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと。まだ言うてるかお前。彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。喧嘩になるんちゃうか。そんなことは絶対に俺が許さない。テッソなんか言えや。そこの茶髪、もう話し合いだけじゃ終わんねえ。喧嘩やねえ。だね。やったろか、こら。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。構えたぞ、キムタク。俺は殺しをしてきたんじゃない、罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。俺たちの邪魔すんじゃねえ。しゃあ、言ったろか。お、椅子いっぱいあるからしばきますわ。これ舐めんなよ、お前。おい、避けたんか今。待て、もっと来いよ。待て、こいつなんか合気道みたいなことしてんじゃん、これ。待て、こいつ強いね。ちょ、堪忍してくれ。はい、極みは入るやろ、多分。せいね。おりきた呼んでこいや。待てよ。来へんの、これ、として。こいつ強い。ちょっと待ってくれ。待てよ、こいつ全部攻撃かわされるからスウェイとかしていこうかな。
せいせい、こんなんじゃないと勝たれへんのちゃんと強いよね。スレーとかしてカウンター取ったのかな。怖い。いや無理やねけどこれヒート溜まるからさ、極みでダメージ与えれる。おい、ダメージ与えたよね普通に。しゃ、おい、もうちょいもうちょい、おっしゃ、通常攻撃入った。なめんなよお前俺を。あ、やっぱ強いねこれ。うい、頑張るぞ。おいよ、極み来い。来えへんね。あー強い、なんか飛んでるし。いやー堪忍せ、セイミー、もうちょいや、もうちょい追い打ちや。はい、強いわ、攻撃当たれへんもん、ね、いやキムタコにお前屈辱与えるんか。お前は行きますよ言われんでも。ね、あー、ムカつく。おっしゃ、けどこれ勝った。せい、極みに感謝やね、めっちゃ。あいよー、すごい。結構経つな。そうね、止める。いや、気の済むまでやらせとけ。死ぬぞ。これもそれなりのコミュニケーションじゃねえのか。いや、ちゃうやん。やろう。痛い。なるほど。パチ切りよった。待て待てや。とはいえここまでか。もうやめときや。さすがにね。もう十分じゃねえのか。え？とりあえず終了です。うん、やめとけやめとけ。何言ってんだ。止めんじゃねえ。いい加減にしなよ。治療や。覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。無理無理無理、しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。